はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、ちょっとご報告の動画になるんですけども、明日ですね、12月22日、東京にですね、緊急で行くことになりました。はい、ということで、その理由とか、何をしに行くのかとか、そういったお話を今日はね、していきたいなと思っております。まあ、ご存知の通りですね、まあ、普段はこの北海道在住なので、まあ、北海道に住んでるんですけども、12月、もう本当下旬に入ってきまして、もうまさにですね、クリスマスシーズンですね、まあ、年末も近づいてるという段階なんですけども、東京に行くことが決定しました。今回はその東京ね、年末ギリギリに一体何をしに行くのかとか、そういったお話をしていこうと思います。それでは、行ってみましょう。はい、ということで、今回はですね、まあ東京行くんですけども、内容はですね、出張になります。はい。実はですね、今年は、6月に1回東京行ったんですけども、まああれはですね、半分遊びが入ってましてですね、6月に行ったのは、プロレスを見るのがですね、目的だったんですよね。で、後楽園ホール行ったりとか、して、まあちょっとね、日程に余裕を持って行ったので、まあコラボ動画とかね、撮影したり、したという感じでございます。で、今回は完全出張になるんですけど、実は今回の出張は、このスポンサーさんがね、ついてまして、レノボさんコラボの企画の出張になります。で、今回は、この1泊2日のね、すごいもう弾丸です。もう行ってすぐ帰るみたいな感じになるんですけども、何をするのかですね、お話しします。はい、で、実はですね、ツイッターでこの、告知をしましたが、今回ですね、12月22日の午後8時から、レノボさんコラボの生配信を、うちのチャンネルでやることになりました。なので、まあ、明日ですね、明日の今の時間にですね、ライブ配信やりますよっていうことになります。本当ね、ライブ配信やるとしても、なんかのテストとか、まあ、チャンネル登録者何万人いたよっていう記念とかですね、そんな感じで年に1回とか2回ぐらいしかライブ配信してないんですけど、今回は、まあ、企画でちょっとライブ配信をしますというお話になります。で、今回のその配信がですね、まあ、東京のスタジオを借りて行う配信になりますので、まあ、出張で東京に行きますよということですね。で、今回の、その配信になるんですけども、結構ですね、まあ、いろいろと新しい試みをしている配信になるので、結構ね、緊張しちゃうかもしれない。だからまあ結構普段のゆるっとした、ただコメント読んでね、雑談していくような配信っていうよりは、まあ企画中心の配信になりますよということになります。もちろんコメントたくさんいただいてね、読んでいくっていうコーナーも、時間もあると思いますので、たくさんコメントいただければ嬉しいなと思ってます。まあそもそも生配信自体、うちのチャンネルは結構レアなんですよ。で、さらにその上、結構企画が入ってるね、生配信になるので、まあ相当レア回になると思いますので、まあぜひですね、お時間ある方は、遊びに来ていただければ嬉しいなと思っております。で、ちょっとここからですね、企画の概要ですね、何をするのか、ちょっとお伝えしてみたいなと思います。で、今回の企画はですね、ガジェット YouTuber として、まあ、活動してます。渡辺和正が、ガジェットに詳しくない女性にどれだけガジェットを分かりやすく紹介することができるかっていうね、そういった生配信になってます。で、今回その生配信のお題となる製品ですね、ノート PC がこちらです。こちらがですね、レノボのヨガスリム 750i カーボンっていうですね、超薄型軽量で頑丈なですね、ノート PC になります。こちらの製品をお題に、どれだけね、わかりやすく、紹介することができるかっていう、そういった企画になっております。で、まあ、この時点でですね、まあ、普段ね、この YouTube の動画っていうのは、基本的に自分一人でカメラに向かって撮影してるし、まあ、なんならカットとかね、編集とか、撮影した後から手を加えて、まあ、行くことができるので、まあ、結構見やすい動画には仕上げることはできるんですけども、やっぱり生配信となるとね、結構またね、違うんですよね。要は対面でね、どれだけ詳しく解説できるかとか、そういったお話になるのかなと思います。なので結構ね、もしかしたら緊張しちゃうかもしれないんですけども、まあ、そんな様子もですね、あんまりちょっと見せることがないところになるので、楽しんでいただければなと思ってます。で、今回ですね、先ほどこのガジェットに詳しくない女性に、まあ、紹介するっていうね、お話をしたんですけども、一体それは誰なのかっていうところなんですが、これがですね、新藤京香さんっていうね、方になります。で、この方はですね、ちょっと名前調べてみたらすぐ出てくると思うんですけども、まあ、YouTuber さんですね。で、チャンネル登録者がですね、なんと48万人超えです。なので、まあ、うちのチャンネルよりもさらに規模が大きいですね。まあ、チャンネルの持ち主であるということですね。で、さらに TikTok とか Twitter とか各種 SNS もやられてまして、結構多方面で活動している、まあ、YouTuber さんですね。
で、あの、YouTube 以外にも、この芸能活動とかも結構やられている方みたいなので、すっごい貴重な機会だなと思ってます。今回完全に初対面です。まあ、初めて会う方なので、まあ、ちょっとどんな感じなのかね、ちょっと緊張してるんですけども、まあ、なかなかね、この普段北海道在住で、そもそも人に会うこともあんまりないし、ましてやね、他の YouTuber と会うっていうね、こともめったにないっていうところもあるので、まあ、かなりこれね、貴重ですよね。で、しかもうちのチャンネルに、妻以外の女性が出るのも多分初なんじゃないかなと思います。なのでそういった意味でも結構貴重なね、レア回だと思いますので、まあその辺もね、楽しんでいただければと思います。はい。はい、一応ね、こんな感じが概要です。なので、明日のライブ配信は、ちょっとね、普段のこの撮影環境とかですね、それから、まあ撮影スタイル、それから、生配信をする時の配信スタイルとは結構違う感じで、まあ結構企画がね、入っている生配信になりますので、まあ普段とはちょっと違う感じの配信にはなると思うんですけども、まあ、どんな感じで頑張ってんのかっていうのもね、ちょっと見ていただければと思いますし、まあ企画としてはやっぱりね、わかりやすく、このレノボの PC を紹介するっていうね、自分のこの、紹介技術をちょっと上げていくような企画でもあると思っているので、まあ修行ですよね。ちょっと試練みたいなものが入っていると思うので、まあその辺もね、見ていただければと思います。で、あの、せっかくですね、あの、今回まあ大型企画というかね、年末で一番ちょっとね、大きい、企画になりますので、まあぜひですね、お時間ある方はこのリアルタイムでですね、見ていただいて、コメントもたくさんね、いただければ嬉しいなと思ってます。で、あの、PC に関する質問とかね、そういったものも、まあリアルタイムで拾えるものはね、拾っていきたいなと思ってますので、ぜひね、コメントたくさんいただければ嬉しいなと思ってます。しかも今回はこのスタッフさんとかも入ってですね、まあ機材のセットアップとかもねいろいろあると思いますし、時間としては約1時間ぐらいかなの配信になると思います。で、まあ8時からスタートなので、まあ9時ぐらいに終わるっていう形の配信になると思ってるので、ぜひですね遊びに来ていただければ嬉しいなと思ってます。で、一応あとですね、出張があるので、せっかくなので、ね、出張に持ってくガジェットとかですね、そういったものはまあせっかくなんでね、当日まあ動画でも撮ってですね、紹介したいなっていうふうに思ってます。ということで、今日はこんな感じで以上になります。いや、明日ですよ、出張ということで、まあ久しぶりですね。冬でですね、北海道結構雪降ったりとかしてるので、飛行機がちゃんと飛ぶか、ね、時間通りつけるかとかね、当日入りなので、ちょっとね、前日にしとけばよかったなっていうのもちょっとあるんですけど、まあ、天候状況とかもちょっと心配なところはあるんですけどね、まあ明日ですね、何事もなければ、ライブ配信行われますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今日こんな感じでご報告でした。明日ちょっと頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。